はい、じゃあ画面共有からさせていただきます。はい。はい、それでは時間になりましたので、始めさせていただきます。皆さん、こんにちは。こんにちは。本日ですね、ローピースプロジェクトのオンライン支援ツアー in イラクということで、ローピースプロジェクトと NPO 法人のジムネットのコラボ企画になります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。でまた後ほど自己紹介もしていただきますけども、本日ですね、ジムネットからアンドレさん、牧野アンドレさんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。そして、ローピースプロジェクトからは、片山と、はい、私タイガと申します。お願いします、はい、よろしくお願いします。簡単に自己紹介させていただきますけども、片山博之は、ローピースプロジェクトの現在代表として2016年から活動させていただいております。はい。で僕タイガと言いますが、2019年の、まあ、ネパールツアーの方に参加させていただいて、今丸2年3年活動させていただいております。はい。今日は2人で楽しく学びながらもお届けできればと思いますので、タイガよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。本日はですね、日本時間の16時30分、現地はアンドレさん、今何時頃になりますか？今ちょうど10時、朝の10時半を回ったところです。朝の10時半ですね。約6時間の差があるということですけども、約1時間を予定してまして、全部です3つの3部構成になっております。最初は簡単にですね、ローピースプロジェクトの活動紹介。そして2つ目にジムネットの活動の紹介と、あと実際縄跳びを届けていただきましたので、そちらの様子をお届けします。そして最後3つ目に、子どもたちにも出演していただいて、はい、質問コーナーが待ってますので、はい、楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。はい。今回のですね、支援実施にあたって2つの思いがあります。1つはですね、ローピースプロジェクトとしても、実に2年半ぶりの縄跳び支援となりました。はい。2018年の台湾以来ですね、コロナでなかなか支援できなかったんですが、このコロナ禍でも可能な支援を広めていきたいという思いがあります。そして今回支援を可能にしてくれたのが NPO 法人のジムネットの皆様のおかげです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい。2つ目はですね、このジムネットの活動を知ってもらいたいということと、そして白血病や小児がんと戦っている子どもたちのこともたくさん知ってもらいたいなと思っています。この2つをきっかけに世界中の子どもたちの笑顔が広まればいいなと思っております。はい、ではですね、最初にローピースプロジェクトの紹介を約5分程度で簡単にご紹介させていただきますので、まずはですね、1分程度の動画がありますので、そちらを見ていただきます。はい、はい、少々お待ちください。はい、じゃあ再生しますね。こんにちは、ローピースプロジェクトの片くんです。ローピースプロジェクトは世界の子どもたちへ縄跳びを直接届ける活動です。国内では使われてない縄跳びを集めています。そして集まった縄跳びを直接海外に届けに行きます。これまで5年間で約50人のメンバーが日本から5000歩の縄跳びを届けに行きました。世界にはネパールをはじめ体育のない学校がたくさんあります。初めて縄跳びを見た子どもたちは大興奮です。日本では当たり前の縄跳びは世界では宝物になります。その感謝の気持ちを表現したキーホルダーがピースロープです。子どもたちは一生懸命作ってくれます。日本に帰国し縄跳びや募金で支援してくれた皆さんにこのピースロープを贈呈しています。このピースロープが世界中に広まって笑顔や思いやりが広まる平和な世界をローピースは目指しています。はい、ありがとうございました。こんにちは。はい、じゃあですね、またスライドに戻っていきたいと思います。はい、ですね、簡単に数字でも見ていきたいんですけども、3ですね、これまでですね、ベトナム、ネパール、台湾の学校の子どもたちに縄跳びを届けることができました。そして今回4つ目の国としてイラク実現することができました。51
これまでですね、日本から51人の仲間が縄跳びを届けに行っています。はい、今回はオンラインという形で、アンドレさんからね、届けていただきましたが、次回はぜひ私たちも行きたいなと思ってますので、行きたいですね、楽しみにしています。はいはい、52、これまでですね、本当にたくさんの団体が協力していただきまして、全部で52の団体が縄跳びの寄付集めや縄跳びを届けることに協力していただいています。ジムネットも加えると53人になりましたね。ありがとうございます。そして4941、これまでに4941歩の縄跳びを子どもたちに届けることができました。今回約30本の縄跳びをアンドレさん届けてくれましたので、5000本に近づいたなという感じです。はい、で先ほども言ったようにですね、本当にたくさんの、活動、たくさんの協力があって、活動ができています。簡単にですね、その一部を紹介させていただきますが、国内では、小学校に行って縄跳びを集めることができています。はい、縄跳びの授業はね、いつも、大人気です。そして、地域とのコラボレーションということで、市や町とですね、協力して、写真展ということも行いました。また行政とのコラボレーションとしては、国体ですね、スポーツの体育大会で縄跳びを集めていただきました。また他業種としてはヨットですね、ヨットで使わなくなったロープを寄付していただいたりしましたし、また他の海外支援の団体との、企画としてはマレーシアの子どもたちが日本に来たときに、一緒にこういったイベントも開きました。はい、そして学生団体の方にも、協力していただきまして、私たちがですね、縄跳びやダブルダッチを教えて、で彼らが縄跳びを持って行ってくれて、これはネパールの様子ですね、楽しんでいただいたということもあります。はい、またですね、縄跳びやダブルダッチの経験者や学校の先生方も一緒に縄跳びを届けてくれました。また現地の先生方とかですね、政治家の方にも協力していただいて、活動ができています。またコロナ禍でもですね、実際縄跳びは届けていなかったんですが、できることをやろうということで、ネパールの自然災害の義援金を集めたりしました。また他のスポーツとの協力で、これはスポーツ鬼ごっこですね、そのコラボイベントで縄跳びを集めることもできました。はい、そして最後に、私たちですね、縄跳び作りっていうワークショップをやってるんですが、その時に使われなくなった廃材を生かしてですね、再利用してアクセサリーを作ったり、こんなこともやっていました。はい、本当にさまざまなイベントを通してたくさんの縄跳びが集まって、今回もイラクの子どもたちに縄跳び届けることができました。本当に皆さんご協力ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでここからはお待ちかねのメインのコーナーになりますね。ジムネットの活動紹介と縄跳びの寄贈式ということで、縄跳びを届けた様子、たくさん動画や写真いただいてますので、たっぷりとお届けしたいと思います。ここからは、ジムネットの牧野アンドレさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では僕の方を共有させていただきます。はい、お願いします。はい、はいですね。はい、改めましてジムネットのイラク駐在員をしております牧野アンドレと申します。本日はこの素敵なイベントに呼んでいただき、また縄跳びの本当に皆さんご寄付もいただきありがとうございました。まず僕の方から簡単にですけど、ジムネットの活動紹介、主に今回は小児がんの支援ですねに関して絞って、10分ほどご紹介させていただければなと思います。はい、まずちょっと簡単な自己紹介なんですが、僕はもともと学部生時代にドイツでこう欧州難民危機というものを目撃しまして、はい、難民支援ボランティアに参加して、このいわゆる人道支援ですねという業界を志すようになりました。またその後日本やあとヨルダンですね、NGO のインターンであったり、またスタッフで難民支援に携わりまして、2019年に、イギリスの大学院を卒業した後から、こちらジムネットで、現職として働いています。早くもう3年目に入ってしまいました。はい、でそこからジムネットの歩みですね。こちらジムネットは2004年にイラク戦争後に日本の NGO 医師たちによって、このイラクの小児がんの子どもたちを救うという目的のため設立しました。またちょっと冬季限定なんですけど、チョコ募金ですね、こういうふうに子どもたちがデザインをしたチョコ缶というものを日本の六花亭さんとコラボで
行いまして、どちらかというと団体も、はい、そちらで多分有名なチョコ募金の団体として有名だっていうちょっと面白い面もあるんですけど、はい、どうしても開示しまして、こうやってこちら側の重要な活動資金となっております。でまた2011年から NPO 法人化、2014年に難民支援を開始しまして、19年にこちらですね、今写真にあるジムネットハウス、僕が今やここに事務所が入っているのもここのちょうど2階部分のスペースになるんですけど、はい、こちらがオープンして今まで活動を続けてきています。はい、で僕らたちが活動しているイラクってどういう国ということなんですけど、こちら右の地図見てもらうと、エルビル、バグダード、バスラという3つの都市があると思うのですが、こちらがジムネットが活動している場所になります。日本人がいるのはこの僕のいるのが今この北部のエルビルという町ですね。こちらをで、はい、活動しています。またこのちょっと赤い線が引いてあると思うんですけど、こちらのだいたい北側の部分がクルド自治区と言われているクルド人が自治区を持っている場所になりまして、南の本当に南の地域はアラブ人がメインで、言語もアラビア語という言語が公用語として使われているんですけど、北部のクルド人は全く、ま、言語も文化も違う人たちが暮らしてまして、こちらクルド語ですね、またクルド人の子どもたちが、なのでエルビルもの僕らが支援、エルビルで支援しているのは主にクルド人の子どもたちですね。もちろん他の地域から来るアラブ人の子どもたちもいるんですが、はい、こんな活動場所となっております。でジムネットの活動としましては、イラクの小児がん支援、あとまた緊急支援、こちらが先ほど出た2014年から の活動になります。またあと福島での支援活動も続けてきております。でこちらの中で主に今回はイラクの小児がん支援を中心に紹介させていただければなと思います。で小児がん支援です。はい、で小児がん支援なんですけど、ジムネットとしてはこちらですね、この小児がん患者に対する支援、また患者家族に対する支援、また地域に対する支援ですね、そして病院に対する支援と4方向に対する支援を中心に行っています。で小児がん患者に対する支援としては医薬品の支援ですね、主にこちらはその病院で手に入らない医薬品というものもあったりするので、それをこう、まあ、ジムネットが仲介する形で届けてあるとか、あと子どもたちに対するカウンセリング、また今こちら重要な活動の一つになってます院内学級ですね、こちらが活動の中心となってます。このように特にコロナ禍はですね、院内学級も閉じないといけない時期がかなり続きまして、その時もこう院内学級の先生たちが病室に直接行ってこのように子どもたちに教えてくれたりとか、まあ、再開した後も今主に英語、クルド語、あと算数と理科の授業を中心に行ってます。はい、でまたジムネットハウス内ではこういうふうに右上のようにこう遊べる部屋とかもあったりとか、あとこう楽器を使ってアクティビティも行ったりだとか、まあ、本当に多岐にわたる活動を、子どもたちに対する支援を行っています。で患者家族に対する支援ですが、こちらも緊急的な経済支援であったりとか、あと患者家族に対するカウンセリングですね、またあとこちらのジムネットハウスの3階部分が宿泊施設になってまして、こちらも宿泊施設の提供というものも特に遠方から来る患者さんに対して宿泊施設の提供も行っています。まあ、こちらが大体写真な感じですね。もともとその、まあ、イラクの慣習というもの、まあ、大体アラブ世界の慣習というもので、お母さんはその子どもたちと一緒に病室に泊まれるんですけど、例えばお父さんが子どもたちとこう同伴してきた場合に泊まれないっていう、だからもう道端でこう、まあ、ホテルが取れない人とか本当に道端でこう寝てたり、病院の敷地内のこうベンチで寝てたりという状況があって、こちらのこの宿泊施設というものがやはりかなり作られる、このジムネットハウスができる前から本当にニーズの高いものとなってましたので、これができて本当にお父さんたちもこう体を休める場ができているのかなと今思ってます。はい、また最近ですね、このピアサポートグループというものをこの去年からずっと始めてまして、日本 の小児精神科医の方にこう入ってアドバイスをいただきながら、こう患者家族に対し、患者の家族に対して、お父さんお母さんたちに対してがんがどういう病気であったりとか、あとがんになってもしっかり治療すれば治るんだよとか、とこう日々感じている治療への不安とかストレスとかっていうものをこうお互い共有してもらって、またこうサバイバーとしてもう一回がんが治った 子どもたちのお母さんにも来てもらって、実際のこう体験を話してもらうとかという健康感を通してこの心のケアっていうものも行ってます。はい、で3つ目、地域に対する支援ですね。こちらが、まあ、学校における啓発活動であったりとか、チャリティー団体とのイベント、また現地 NGO との協力関係というものも構築を進めています。こちらが学校における啓発活動の様子であったりとか、協力関係の構築の様子になるんですが、こちらもコロナ禍でずっと公式の公立学校が閉まってた影響があってですね、長らく1年半近くできてなかったんですけど、今年また4月から
こちらも学校が開いたということで再開させようと今準備を進めている段階になってます。はい、で最後ですね、最後が病院に対する支援になります。こちら辺は医薬品の支援であったり看護師の方々の研修であったりとか、あと臨床検査の支援を中心に、本当に病院に対する支援、器具のとか医薬品の支援を中心に行ってます。こちらがそうですね、看護師に対する研修とか医薬品をこう病院にしっかり直接届けるという支援を、はい、こちらを行っている様子になります。はい、でこれらを通してこの4方向に対する支援を通して事務ネット市としては地域に根ざした小児がん支援と、このイラク地域でこうまとイラク地域としてこう子どもたちを支援していけるっていう地域社会というものを作っていけるように支援活動をずっと続けてきています。はい、ちょっと簡単ではあったんですけど、小児がん支援、ちょっとね、時間があったら緊急支援の方もご紹介したかったんですが、今回は小児がん支援を中心ということでしたので、はい、紹介はこの辺にさせていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当に地域に根ざした支援ということで、本当にこう多岐にわたって、すごく必要なことを届けられてるんだなっていうのがすごく伝わりました。はい、ありがとうございます。ですよね、家族の方にもなんかこう影響をもたらされるっていうのが、まあ全体的にこう支援できるっていうのがなんかもう理想の形って感じですよね。本当になんか本当に皆さんに、本当に日本の皆さんでこう寄付いただいている皆さんのおかげで活動が成り立ってますので、はい、改めましてありがとうございます。はい、じゃあそんな地域に根ざしたジムネットの皆さんに今回ですね、日本で集まった縄跳びをアンドレさんに届けていただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、早速その様子を事前に写真と動画たくさん送っていただきましたので、はい、ぜひここからはそれを一緒に見ながら、はい、その時の様子を見ていければと思いますので、はい、じゃあ大河君お願いします。はい、はい、じゃあお見せしていきたいと思います。よいしょ。はい、じゃあまずは日本からですね。これは日本で、片くんがアンドレさんに実際に寄付していただく縄跳びをお渡しした、ここからスタートしたんですよね、もともとが。そうですね、3月1日でしたっけ。最近ですよね。そうでしたね、3月1日でしたね。約1ヶ月前ぐらいですよね、これが、大体。で、もうこの後すぐ出発されたんでしたっけ。そうですね、この3日後くらいに出ましたくらいに出発されて、はい、でこういった形で合計33本ですかね、はい、の、まあ、こう普通の縄跳びだったり、まあ、大縄のようなちょっとロングロープですね、長い縄をちょっと寄付をさせていただいて、お持ちいただいて、はい、でこれが実際に現地に届きましたっていう画像ですね。はい、はい、こちらが写っているのが現地のジムネットハウスさんの、まあ、スタッフの方々。ジムネットの現地スタッフの2人です。はい。で、一応、先ほどの写真にも写ってたんですけれども、こういった、まあ、ローピースとして、いつもこう、まあ、ネパールとか他の国に行くときも、こういう寄贈証明書というものを、まあ、女性の方がお持ちいただいているようなものをお渡ししております。はい。なんかこの時なんかすごい、まあ、この段階では子どもたちにはまだ渡ってなかったと思うんですけど、先生たちがこの段階ですごいはしゃがれてたっていうのを思いますね。なんか懐かしがってる人たちもなんかいて、なんか公立の学校ではやらないらしいんですけど、私立の学校でてる先生たちとかは体育の授業でやったらしくて。はい、ああ、そういうことだったんですね。昔の懐かしいスポーツっていう感じで。はい、懐かしいでした、はい。で、ここからですね、いよいよ子どもたちと縄跳びのご対面という。ことになるんですけれども、はい、まず写真の方からですね。なんか奪い合ってますよ。奥に見えてるジャンパー着てらっしゃるのがスタッフの方で、はい、手前の子たちが子供たちですよね。そうです、はい、うちの、はい、信じる小児がんとか、まあ、血液関係の病気の子供たちです。はい、まあ、今回は、まあ、ちょっとなるべくこう遊んでいただくんですてたんですけど、なるべく危険がないようにということで、こういった芝生の環境でちょっと遊んでいただいたということで、はい、ちなみにアンドレスさん、この写真見る限り、真ん中の女の子と
左側の男の子がなんか引っ張り合ってるように見えるんですけど、なんか喧嘩とかしてませんでした？大丈夫でした？これは大丈夫、それは大丈夫ですよ。多分短かったから、男の子の方が諦めた。いや、そうですよね。多分、ちょっと僕、飛べにいいやって、はい、喧嘩になってないでした。ああ、それは良かったです。そうね、はい、怪我とかしちゃったらどうしようかなっていう感じだったんで、本当に。そうですよね。まあ、これでみんながそれぞれ、うん、まあ、こう気に入った縄跳びを手に取っていただいて、うん、まあ、遊んでいただいたと。で、こっからが、ちょっとそうですね。ちょっと一回戻しましょう。こっからが動画になりますね。ちょっと寒そうですね。やっぱりちょっと気温がすごい低そうで。そうなんですよ。今年はなんかもう 春なんですけど、すごく気温が変で、まあ、本当はもう25度くらい超えててもおかしくないんですけど、この日もなんか最高気温12度とか。12度。例年の半分くらいなので。全然違いますね、気温がね。めちゃ寒いですね。ああ。ちょっと異常気象です。ああ、そうなんですね。いや、でも風のその音の中でもそれでも全然気にしてない様子ですね。全然気にしてない様子でこう、はい。でもそれぞれそうですね。この子たちに手に取っていただいて。馬になってますね。すごい。めっちゃ堂々としてる。おお。いいですね。似合ってますね。これ先生ですか、こちらの方は。すみません、あのネットの接続が弱いのが、どの先生、あの何色の服を着ているからですか。あ、ですね、紺色の上下、上がパーカーっぽい。黒に近いですかね、色は。はい、一番。で、オレンジの縄跳びを持った女性の方。なんかヒジャブみたいなの巻いてる人ですか。あ、そうですそうです。ちょっと今通信状況が不安定ですかね。ネットの接なんか声は聞こえてる感じですかね、音声は。あの海外とね、ちょっとここをつないでおりますので。そうですね。はい。オンラインならではの。はい。まあ、ライブ感が、ライブ感がね、ちょっとね、海外と日本のちょっと臨場感を味わっていただけたらな。そうですね。はい、先ほどのなんかね、ちょっと事前に早めに集まって、リハーサルと打ち合わせしてましたけど、その時全く問題なかったですけどね。そうですね。あ、落ちちゃいましたね。多分入ってきていただけると思うので。はい。じゃあ、ちょっとその間に先に見てみましょうか。はい、続きもね。うん。まあ、この子たちが。うん。めちゃくちゃ嬉しそうですね。ちょっとね。すごい、なんか、いい顔してるね。でも、やっぱりちょっと寒そうなのか、ちょっと少しこう、目がみんなこう、そうですね。目が少し寒そうですね、やっぱり。ああ。やっぱり。確かに、確かに。あ、アンドレさん戻ってきたかな？はい。アンドレさん、聞こえますか？あ、今ミュートになってますね、アンドレス。ミュートが、はい。すみません、ネットの接続がかなり。大丈夫です。はい、お帰りなさい。よかったです。今見えてますかね。はい、今見えてます。なんかオーナーを持ってる写真とこですよね。はい。そうです。まあ、こういったその、普通の縄跳びだけじゃなくて、うん、大きいオーナーはもう遊んでいただいたと。うん、この後の動画の方がかなりあれですね。そうですね、まあ、まあ、飛ぶのもいいですけど、回すのもこうやっていただけたというのが、ちょっとすごい、いろんな楽しみ方をしていただいた感じで、嬉しいですね、すごい。うん、そうですね。まあ、めちゃくちゃ飛べてる。そうそう、この先生がすごく上手で、はい。なんか彼女、体育の授業でやったって言って、普通にあや飛びとかもしてます、ね。すごい、なんか。楽しそうですね。友達以上に先生たちがめっちゃ盛り上がりました。嬉しい。
そっか、昔やったことを思い出すように先生たちも楽しんでくれたんですね。うん、この子すごい走りながら飛ぶっていう左腹の離れ技を。オナオはちょっと食いつきいいですよね、ちょっとやっぱりみんな。すごい、なんかもう変わる変わる次は俺の番だって言って飛んでる感じです。そうです、奪い合ってますね。奪い合ってますおお、すごい、どんどんチャレンジしてます。引っかかってもめちゃめちゃ嬉しそうっていうこれあれですよね、アンドレさん、初めて縄跳びに触れた日ですよね、この様子は。そうですね、まあ、先生たちは言ったみたいに授業でやったとか、なんか遊んだことあるみたいな人はいたんですけど、子どもたちはもうみんな初めてだった。お、見るのも触るのも全部が初めてっていう。おめちゃめちゃ嬉しそうですもんね、なんか。嬉しい ね、 ね。最初はやっぱりお縄ってね、こう息が合わないと縄もあんまりうまく回らないですけど、これがね、だん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 息が合ってきて、ね、飛べる日が来る。うん、お二人同時にジャンプ。これ絶対先生たちの方が楽しんでますよね。なんかね、こう飛ぶっていう方をなんかやりたい子が多いんだから、結構なんか回すのにもすごいなんか食いついていただいてて、うん、なんかすごいですね。日本の子たちは結構もう飛ぶだけっていう子が結構多かったりするんですけどね、なんか。そしてはい、こちらがちょっと一回止めますが、ピースロープっていう、まあ、キーホルダーですね。今回、日本から、まあ、僕らがいつもローピースとして、海外に縄跳びを持っていくときには、こう一歩方向の支援っていうのはなくて、まあ、向こうの子どもたちに、こういったキーホルダーをちょっと作っていただきまして、で、日本から、集めた、そのもともと日本で縄跳びを寄付していただいた方々に向けて、そのキーホルダーを、まあ、その子どもたちが作ってくれたものを日本に持って帰ってきて、でそのもともと寄付してくれた方たちにお返しをするっていうのが、まあ、ローピースとしてこう、まあ、相互でこう、関係性を持つっていうことで大事にしている取り組みの一つなんですけれども、まあ、ちょっとこちらの実際にジムネットの子どもたちにこういった形で作っていただいた動画になります。はい、これが結構ね、一瞬作り方が難しいね、はい、やつですけども、一生懸命取り組んでくれましたね。そう、これアンドレさんが作り方、まずスタッフの方に教えていただいたんですよね。そうですね、はい、僕もちょっと1ヶ月くらい前に作ったものをまたちょっと忘れかけたんですけど、先生に、今ちょっと先生が本当に手先が器用な先生に教えてくれました。よかった。すごい丁寧に教えてくれてますね。本当にすごいこれが丁寧ですよね。ちゃんとそれを真剣にみんな聞いてくれて。やっぱみんな仲いいですね。子供たち同士がやっぱり。なんか見てると。ちょっとカメラ回って緊張してました、みんな結構ちょっとそうですね、いやもうカメラは何だろう、日頃からこう写真撮ったりするので。ああそうなんですね、カメラ慣れはしてるのかなって気はしますね。逆にはい、はい、いや本当にちょっとこれはありがとうございます。ちょっとね、
多分こう、でもこういう工作みたいなこともたまにやられるんですか、そういうなんかこう。そうですね、なんか折り紙みたいなこととか、あとまあ絵を描くこと。それ以外にもこうハンドクラフトみたいなのを、まあ、アクティビティの中で取り入れたりは、はい、してます。そうだったんですね。いや、すごいですね。で、完成したのが、まあ、こちらの。はい、本当にありがとうございます。素敵な。こちらのように。はい、でこちらを後日、はい、あの日本の方に、スタッフの方が持ってきていただけるご予定で、でそれをこう今回、まあ、前回のですね、まあ、コロナ禍でずっとできてなかったツアーが今回やっとできましたので、まあ、そこまでにこう、まあ、いろんな何本もたくさんの縄跳びを皆さんが寄付していただいたので、まあ、その方々にこちらとお返しするというので、お楽しみにしていただければと思います。そうですね。はい。ありがとうございました。本当に。ありがとうございました。じゃあ一旦。はい。はい。じゃあですね、本当にたくさんの子どもたちの様子見させていただいたんですけども、ここからはですね、実際にそのジムネットハウスの子どもたちにも今日出演していただけるということで、はい、その子どもたちとですね、質問を通じてまた交流ができればなと思います。はい、じゃあ、今目の前にいますけど、目の前にじゃあはい、ちょっとパソコンに持たせて、そうですよね。楽しみ、ちょっと待ってる時間が少し長かったかもしれないです。ちょっと後ろ閉めますね、ブラインドを。はい、ありがとうございます。チワニバシ。ちょっと暗いかな。顔見えますかね。ちょっとなんとか。なんとか少し。おお、よく見えます。はい、ありがとうございます。でこちらの彼がジャンっていう子で、こちらの女の子がシマっていう子になります。シマちゃん、はい、よろしくお願いします。僕がクルド語ができない関係でスタッフのバルザンにも来てもらって、バルザンありがとうございます。さっきの打ち合わせでもちょっとお見せしましたけどこれで二重通訳という形でやってもらえればなと思います。はい、じゃあ簡単に自己紹介しようか。はい、はい、私はローピースプロジェクトの、ヒロです。よろしくお願いします。ヒロじゃあタイガ。はい、で僕がローピースプロジェクトのタイガって言います。よろしくお願いします。タイガ。ありがとうございます。名前呼んでくれて嬉しい、めっちゃ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、早速、緊張してるのかな。アンドレさん、質問コーナー始めても大丈夫ですか？はい。どうぞどうぞ。はい、じゃあ、タイガから、はい、まず一つ目の質問を。はい、じゃあちょっと質問、まあ、ちょっと今回、まあ、縄跳びを寄付させていただいて、まあ、さっきの動画を見ている中で本当にみんなが楽しそうでこう、まあ、改めて、まあ、その子どもたちの皆さんの、まあ、直接言葉でお聞きしたいんですけれども、まあ、実際にこう縄跳びで遊んでみて、まあ、実際に手に取ってねこう感触とかいろいろ触ってみたり遊んでみて実際どう感じたかっていうのをまずお聞きしたいんですけれども、多分初めて触ったと思うので、うん、二重通訳。アンドレさんからパルザン先生、パルザン先生からジャン君とシマちゃん。はい、なんか本当にジャンは彼は本当にすごく楽しくて、もらったロープ家でもちょっと飛んでみて、また帰ってきて少し飛んでみたいって言ってます。すごい、嬉しい。そう、スマはちょっと昨日のアクティビティにはいなかったんで、まだ、はい、アクティビティは飛べないんですけど、今日早速渡してさっきも少し飛んでみて、彼女も家に帰ってまた飛びたいっていうふうに言ってました。
でも本当に家に持って帰っていただいて楽しんでいただけるってるってことですね。したら、いやすごいですね。まあちょっとさっきの写真とか動画からもすごい伝わってきたので、なんかちょっと今のもちょっと言葉を聞けて、なんかちょっと今回、まあ、寄付して本当に良かったなっていうのが、まあ、楽しんでもらえて、僕らの本当にあれが、まあ、嬉しいことなので、はい。で、まあそういった縄跳びをこう今回は寄付させていただいた、まあ、一種のこう遊びですよね、させていただいたんですけれども、まあ、それ以外にも例えばジムネットハウスの中で、まあ、子どもたちがこういろんなそういうそれ以外のまあいろんな遊びをしていると思うんですけど、普段こうどういった活動、まあ、遊びをしているのかっていうことをちょっと次聞いてみたいんですけれども、なんか一番自分が好きなものでもいいです。はい。うん、ね、普段はどんな遊びしてるかね、気になるよね。And the main game is usually numbers game. Yeah, and also the doll. あの男のジャンの方はあの、はい、なんていうんだろうな、いわゆるブラックジャックみたいなゲームがあって、こう番号をこう言ってて、最後21かな、21になってしまったらこうドボンみたいな、こう円になって一人一人がこの、あの数を20まで数えて21を言った人がこう抜けていくみたいな、だから1人3回、なんかそういうこうなんだろう、いやそういうなんか頭を使うゲームが好きだって言ってて、で島の方はあのだるまさんが転んだが、あの作品イカゲーム、あの韓国ドラマのイカゲームの影響ですよね、これ。あ、なるほどなるほど、そういうことですね。あとなんかもう一回なんか宝探しみたいなのも好きだって言ってますね。なんかこう宝みたいな部屋のどっかに隠してそれを見つけた人にこうプレゼントっていうのがあるんですけど、そのなんか宝探しよくやって家とかでもすごい好きだっていう、ジムネットハウスでもやってるアクティビティで好きだって言ってます。結構そう、日本となんかまあ先ほどまあ映画の影響もあるって言ったんですけど、ブラックジャックとかね、結構日本にも似たような遊びがやっぱりあるので、うん、結構なんか通じるところがあるというか、なんかすごい親近感が一気に湧きましたね、なんか近くなりましたね。じゃあもうぜひ次あの僕たちもジムネットハウスに行くときに、あのブラックジャックもだるまさんが転んだも宝探しも一緒に遊びましょう。はい、絶対にいつか絶対行きますんで、本当にやった楽しみ楽しみ嬉しいね。でお二人は今、10歳ぐらいってお聞きしたんですけれども、まあ、多分もう本当に将来いろんなこうやりたいことというか、まあ、夢っていうのが多分いっぱいあるんじゃないかなって思ってまして、ちょっと最後にそういったこう今後やってみたいこととか、そういったなんか将来の夢っていうのをちょっと最後聞いてみたいんですけれども、うん、かわいい。彼女が今10歳で彼が13歳でしたね。あ、そうなんだ。そうなんですね。She wanna be doctor? ああ、なんかお医者さんになる。おお、すごい。彼もお医者さんになりたい。おお。ちなみにそれはなぜなりたいんですか？やっぱり病気にかかってる人たちを治してあげたいって彼女は言ってます。
he want to be a doctor, a pediatric unit, treat children.彼もなんかその子供たち、まあ、彼ら自身がこう今治療に関わってるって、彼らも2人とも患者なので治療を受けてるのもあると思うんですけど、やっぱりあの彼の場合もこう同じようなこう子供たち の, あの治療をしたいっていうふうに言ってますね。いや素晴らしいですね、優しいね2人とも、はい、すごいですね、志がやっぱりすごいですね。なんか見習うものが、僕らも全然そのね、あの環境は違うと思うんですけど、なんか本当に僕らより全然その気持ちが、まあ、優しさとかそういうこうなんていうんですかね、目指してるものの、まあ、思いとかっていうのは全然僕らより強いなっていう感じがしますね、なんかお聞きしてると。ちなみにタイがうちらもどんな仕事してるか、はい、せっかくだから伝えようよ。 OK です。じゃあ片くんから。俺からお願いします。はい、はい、ちなみに私たちはどんな仕事をしてるかお伝えしますね。ヒロ、私はお金の先生をやっています。お金の増やし方、お金の守り方、そういうことをしています。お金のことは何でも聞いてください。メタに取られないかな、大丈夫かな。はい、ヒロオッケーオッケー。じゃあ次タイガから行こうか。はい、そうですね、僕ちょっと伝わるか分かんないんですけど、僕がやってるのがストレッチって分かりますかね。例えば、まあこうさっきのような縄跳びとかこういうスポーツをやっぱいっぱいやっちゃうと、なんかこう体がこう疲れちゃったり、こうまあ、筋肉痛みたいな、まあ、ちょっとこうね疲労とかあったり、まあ、普段こう運動しないとね、やっぱりこう体がこうカチカチに固まってしまうような人たちをこうケアするっていうことで、まあ、こうストレッチをそういった、まあ、ちょっとねそういう体が悪くされた方とかいう方に向けて健康のためにそういうのを指導している、まあ、トレーナーっていう立場で今やらせていただいています。Activities for people who is like having troubles with the body. My hair is just there. Yeah, when it comes to the chin hair, let me just stand. I was a reason to the council. Oh, ぜひお教えします、うん、いやありがとうございます本当に、はい、そして、最後に、まあ、ぜひちょっと、まあ、子どもたちもそうなんですけど、まあ、あのスタッフのぜひ先生の方にもお聞きしたいことが一つありまして、はい、で、まあ、今回縄跳びは、まあ、子どもたちは、まあ、初めて見たと思うんですけど、まあ、先生はこれまでもしかしたら結構いろんなスポーツやられてきたかもしれないっていうことは前にお聞きしてまして、まあ、これまでどんなスポーツをやったことがありますかっていうところと、あとその中でもこう、まあ、やったことないものでもいいんですけど、こう好きなスポーツっていうのがなんかあったら、まあ、せっかく縄跳びつながりで最後聞いてみたいなと思いまして、楽しみだね。はい、Yes. One my favorite sport is football play. The sport I didn't and I want to do in the future, like taekwondo. Taekwondo. Oh. Yeah. Taekwondo. これですね。もう彼は本当にサッカーが上手で、もう本当に彼と毎日サッカーやってるくらい上手なんですけど。一番でまだやったことのスポーツとしてはテコンドーをいつかやってみたいなっていう。すごい。すごいですね。ジャンルがこういろいろなものに挑戦。ちなみになぜテコンドーなんですか。うん、確かに。ここだけちょっと最後。どうして興味を持ったんだろう。Black belt and blue and ロビー。
ロービーになりたいのかな。Hey, what is it for? Taekwondo. Taekwondo is with kicks, right? With kicks. Kicks, like. Yeah. なんかロービーとかそういうなんか階級が好きだからとか言ってます。おお。すごい。すごいですね。いやなんかいやマジで会いたいですね本当に。うん。逆に時に教えてほしいです。ちなみにそうバルザン、I like soccer too. So yeah, so let's play soccer together. Yeah. If you enjoy, come. We can book one small stadium, six player, so we can play too. まあフットサル用のコートがたくさんあるので、まあそう。やりましょう。Yeah. Okay, okay. もともとね、そちらの国結構サッカーが盛んだったりするっていう話を聞いてたので、結構やっぱ有名なんですかね。そうですよね。うん、いや、個人としてフットボールプレーヤーなんですけど、エルビル区内の大きい都市であってもバスケのチームが一個もないんですよ。みんなサッカー。っていうぐらい、もう全国的に、全国というか、全国土的に人気ってことですよね。すごいですね。ちなみに、and I have a friend, so he is a taekwondo player and gold medalist. So I take him to Gymnet House in the future. あ、できたら、テコンドーのね、いいですね。そう、メダリストがいるので、はい、楽しみにしててください。そうですね、一緒に受けたらいいですね、本当に。楽しみにしてます、このことです。楽しみが増えたり。okay、以上かな、タイガー。はい、ありがとうございます。ちょっと子供たちの2人も改めてちょっとありがとうございます。ありがとうございます。Thank you。しまちゃん。ありがとうございます。Thank you. ありがとう。Thank you. 子供たちからの質問っていただけそうですか、アンドレさん。はい。はい、あると思います。あ、何パーセントかな、チャンピオン、チャンピオン、何の？何の？何でも聞いてください。あ、おいでもなさい、say thanks。Okay. あのない質問はないですって。特段というか。OK、じゃあ、バルザンから質問あるかな。せっかくだから。急にね、急に言われてもって。I think, like, what can I say? What is your feeling when you support people in need? When you collect some donation for the people in need, what's your feelings? Motivational feelings. なんかそう、あの活動のモチベーションってどんなものなんですかってあの質問をしてますね。こうなんかロープを集めてこう途上国の人たちに、まあ、届けるっていう活動をされてると思うんですけど、まあ、それを時にどういうことを感じるかとかどういうモチベーションでやられてるんですかっていう質問だそうです。いいね、じゃあ、good question. Thank you. So, じゃあタイガーから行こうか。僕ですか。はい。僕もそうですね、2019年からやらせていただいていて、もともと僕は子供がすごい好きでして、はい。で、まあ、その日本でも、まあ、スポーツを子供たちに教えたりとかっていうことをしていまして、今、現在。で、まあ、そのつながりで、実は、まあ、ヒロは僕の、まあ、先輩、大学のまあ先輩なんですけれども、であのそのつながりでこの団体に入らせていただいて、でネパールに行った時には本当にその子どもたちが縄跳びをもら受け取って、まあ、喜ぶ姿も本当にその時の笑顔が見たいっていうのがもうシンプルに速攻
ですね、僕は。もうその笑顔がなんかもうめちゃくちゃ僕らのエネルギーになるし、はい。で、後々その子供たちも、まあ、引き続きそういう縄跳びでまたこう遊んでくれているっていう報告を、まあ、こう現地のスタッフの方とかからお聞きしたりとかして、実際僕らのそういった活動が、まあ、そういう何ですかね、スポーツ教育、まあね、スポーツ教育がないようなやっぱ国にそういった支援が多いので、まあ、そういったこう新たな、まあ、ある意味価値の提供というか楽しさの提供っていうことができることがすごいやりがいです。はい、ナイス。タイガ、ありがとう。ありがとうございます。じゃあ私もですけども、お私もあの子供が大好きです。そしてあのスポーツが大好きです。で、私はあのいつも100年後の未来を考えています。もしかしたら生きていないかもしれないですよね。でもこうなったらいいなって思うんです。世界中の子どもたちがあの好きなスポーツ、たくさんスポーツありますけど、好きなスポーツを自由に選んで生き生きとそのスポーツを楽しんでいる。そう。そしてあのスポーツを通してたくさんの友達が世界中に広まっている、うん、そういう未来になったらいいなと思って私はこの活動を続けています。あのとても嬉しいです。 I'm glad to see you、 皆さんと出会えてすごく嬉しいです。ありがとうございます。Thank you. Inshallah. See you in Erbil. Erbil だ。Inshallah. Sure. Of course. Anyway, anytime. ぜひお願いします。はい。ありがとう、本当に。ただ授業に戻るので。はい。はい、この辺で子供たちとは、バイバイ。すみません、ありがとう。ありがとう。アンドレさん、ありがとうございました。ありがとうございます。本当に。子供たちの声を聞いて、タイガ君どうでしたか？いや、めちゃめちゃ嬉しいですね。なんか、まあ、今回ちょっとね、ちょっとコロナの影響とかもあり、ちょっと現地に直接行けなかったっていうことがすごい悔しいんですけれども、まあ、本来であれば一緒にアンドレさんと一緒にそちらへお伺いして、で子どもたちと一緒に遊びたかったっていうのがあったんですけど、今の子どもたちの、まあ、まあ、さっきの写真とか動画とか今の子どもたちの感想を聞いて、いやもうより行きたい何ですかね、気持ちが増しましたね。なんか本当になんかイラクってすごい危ない国って印象が強いんですけど、本当に人がすごく良くて、はい、まあ、残念ながらこう、ね、たまにこう散発的にテロっていうのは未だにある場所ではあるんですけど、ここエルビロなんか一般犯罪は本当に少ないし、すごく治安のいいところですし、本当に今言いましたけど人が本当にいいところなんですよね。本当にホスピタリティに溢れた人たちで、はいはい、僕ももう何か近くに暮らしてますけど、多分どこの今まで暮らしたどこよりも多分すごい過ごしやすいかなって。夏がね、暑くなきゃいい。ああ、そういうことですね。東大を受けることがいいんですけど、まあ、地理的な問題がどうしてもね、ありますから、ね。いや、ありがとうございます。本当に今回のこのアンドレさんとジムネットの皆さんのおかげで、あの僕たちもすごくイラクのこと、クルド自治区のこと、そして子どもたちのことを知るきっかけになって、本当に良かったなと思っています。あのこれから、これをきっかけに、さらに一緒にまた支援を続けていけたらなと思うので、
これからもよろしくお願いします。はい、じゃあ最後に告知もぜひしていきたいなと思うんですけども、ぜひですね、コーヒーフォーピースのお話ですね、こちらスライドを私の方で作らせていただいたので、ぜひアンドレさんの方から宣伝お願いします。はい、ありがとうございます。あ、読めますか、見えますか、ちょっと接続がちょっと不安定になりましたかね。はい、じゃあ先に私の方から、はい、先に私の方からお伝えしますね。はい、今ジムネットの方でやってる支援としてコーヒーフォーピースというプロジェクトがあります。ドリップコーヒーとイラク、シリアの子どもたちの絵イコール子どもたちの命をつなぐということで、日本でもねコーヒーで有名なカルディが、協力していただいて、子どもたちの絵がパッケージにデザインされたコーヒーという本当に素敵な、ね、企画になります。はい、で私もねこちら持ってますけど、本当にあの絵がですねうまく映らないんですけど、はい、こちら子どもたちがね描いてくれたということで本当に素敵だなと思います。こちらの売り上げがあの子どもたちの支援活動に使われるということですので、あのぜひですねあの興味持ってくださった方、支援したいなっていう方、ぜひお買い求めいただけたら嬉しいです。はい、アンドレさんの方からも一言お願いします。はい、あ、すみません、ちょっと共有僕の方でもさせてもらって、 ありがとうございます。お願いします。ぜひぜひ、はい、こちらがあのホームページ映ってますかね、ホームページの写真にあの映像になるんですけど、こちらあのジムネットのホームページに行っていただくと、こういうコーヒーフォーピースというところがありますので、あのよくあの店頭でカルディの店頭に行かれる方がいるんですけど、こちらコーヒーフォーピースはあのジムネットのウェブ限定での販売となっていますので、あの申し込みの方はぜひあのホームページに行っていただいて、あのご購入いただければ幸いです。今ねちょうどあのこのお花と蝶々のものしか今もうあの在庫がなくなってしまったんですが、今また新しいデザインも考えていまして、もちろんあのカルディさんのコーヒーなので本当にコーヒー自体も美味しいので、はい、あのゆったりコーヒーを飲みながらこのジムネットの支援活動にご協力いただければなと、あのいただけるとすごく嬉しいです。なのであのご協力いただけますと幸いです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。タイガーもコーヒー好きだからね。僕もこれいただいあの購入させていただいて、あの飲ませていただきましたので、すごい美味しかったです。ありがとうございました。てか絵がめちゃめちゃ可愛い。本当にね、可愛いですよね。ね、ぜひコーヒー好きの皆さんもご協力よろしくお願いします。お願いします。じゃあそして、ローピスからもですね、一つだけ、お願いがございます。縄跳び使っていないけど余っている縄跳びがありましたら、ぜひローピスプロジェクトの方に郵送でお送りください。今回のようにあの世界中の子どもたちですね、まだ縄跳びを持ってない子どもたちにあのローピースを通じて届けさせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではあっという間の1時間になりましたね。本当あっという間でしたね。はい、本当にこのプロジェクトがですねできたのも、あのまずはあのこのコロナ禍にもかかわらずたくさんの縄跳びを寄付していただいた皆さんのおかげです。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、そしてあのジムネットの皆さんのおかげで私たちもあのイラクの子どもたちに縄跳び届けることができました。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもしよろしければ最後一言アンドレさんメッセージをお願いします。そうですね、本当にこうなんか意外とトントン拍子で話が進んで、今年の本当初めくらいにいただいた話がもう3月にこう実現してしまうという、本当に皆さんのおかげでこう集まってすぐ届けることもできて、ね、で本当に子どもたちも新しいものにまたこう触れる機会をいただいて、ね、こうちょっと体を動かすことにもつながるあのプロジェクト、本当に素敵なプロジェクトだなと思いましたので、またぜひね、こうぜひ次は次回は皆さんにイラクに来ていただいて一緒にアクティビティができたら嬉しいなと思います。はい、ジムネットも今後もこの、ね、小児がんの子どもたちに寄り添いながら、あの地域としてのイラクとして あの小児がん支援というものを確立していきたいなと考えてますので、どうぞ今後ともご支援いただけますと幸いです。どうも
あの皆さん、今日はご視聴いただいた皆さん、ローピースの皆さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、本当にちょうど時間になりましたので、これにて終了したいと思います。ゲストで来ていただいた牧野アンドレさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。そしてローピースからでは、片山博之と、はい、タイガがお送りしました。ありがとうございます。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。